はい、どうもこんばんは、社畜です。本日も飛び盛りをやっていきたいと思います。そしてさっきね、ネットのニュースを見ていたんだけど、そこで気になった記事があったので、その件について語っていきたいと思います。で、そんな内容としては予約特典の件ですね。で、予約特典は特典なんだけど、まあ日本版じゃなくて韓国版のお話ですね。で、韓国版の予約特典っていうのが、おそらくサムネに載せてるので皆さんわかると思うんですけど、時計なんすよ。で、その時計のデザイン見てみて、めっちゃすごくないですか？これがさ、予約の特典でついてくるんですよ。だってさ、日本版とか、なんかマグカップって確か有料だっけ？ちょっと俺もね、詳しくは知らないんだけど、なんかね、メモ帳であったりとか、タオルだったりとか、なんかそういったものがついてくるんでしょ？いやー、韓国版見てごらん。時計っすよ、時計。ありえないでしょ？だってさ、パッと見、あの時計5000円ぐらいで売ってもおかしくないからな。ね、しっかりとなんか銅盛りのね、絵とかも入ってるし、相当高いと思うよ。まあそういったところでね、金かけてんなぁと率直に思いました。で、それと同時にね、あの時計欲しいなと思ったので、まだね、ちょっと確定ではないんだけど、まあ韓国版のね、あつ森を予約しようかなと思ってます。まあ韓国語全くわからないから、楽しめるかどうかわからないんだけど、予約特典がね、非常に魅力的なんで、買ってもいいかなと。うん、ちなみに値段はね、ちょっとわかんないです、まだどれぐらいなのか。あとはね、中国版とかも存在するみたいですね。最初なんか北米版がね、アマゾンで予約開始がかなりね、早い段階でされてたから、あー、あつ森って北米版と日本版しかないのかと思ってたんだけど、なんかね、調べてみるといろいろなね、バージョンがあるみたいですからね。で、その国々によってさらに予約特典も変わるということなんで、結構ね、日本版の予約特典はあれなんですけど、海外のやつはめっちゃすごいから、まあそれを目当てでね、買ってもいいんじゃないかなと思いましたね。いやー、だから時計はね、本当にいいと思う。去年ね、一番くじで静江さんの時計、実はね、僕当てたんすよ。あれもね、なかなかすごかったんですけど、あれをね、多分超えるんじゃないかなと。うん、まあ3000円から5000円ぐらいの価値はあると思いますね、あれ。いやー、まあそういったところでやっていきますか。ところで皆さん、あつ森の予約ってしましたよね？なんか昨日の動画でも同じようなこと言ったかもしれないんだけど、もしね、予約されてる方がおられましたら、ちょっとね、参考程度に聞きたいので、どこで予約したか教えていただければ非常に嬉しいので、よろしくお願いいたします。いやー、どこで予約してる人が多いんだろうなー。けどやっぱ聞いた話によると、ゲオが一番多いのかな。ね、今のところはゲオで予約したっていう人を多く聞きますね。あとは時点でビッグカメラとか、あとはトイザラスとか。そう、トイザラスもね、結構安いんですよ。と思ったらゲオがね、さらに安い値段出してきて、今6000円ジャストぐらいだっけ。まあ、ゲームソフトに6000円ってどうなのかなと。まあ僕的には安いと思いますけど、学生的にはやっぱ高いんですかね、6000円って。よう、フータ、また寝てんのかよ。うん、グゴー。どうした？てか、フータくんさ、あつ森で出てくるんかな？なんかね、噂によるそう、よると、ふうたくんは、あつ森でも登場しますよっていうお話だったんですけど、あんまりなんか出る未来見えないですよね。まあ、博物館とかはおそらくなくならないと思いますので、まあ、ふうたくんの出番はあると思うんですけど、そろそろね、ふうたくんも休んでいただきたいんですよね。だってさ、日中寝るぐらい激務にね、激務をされてますからね、そろそろ休んだ方がいいんじゃないみたいな。だって初代の銅盛りからさ、ずっといますからね。そろそろいいんじゃないみたいな。ね。体やばいでしょっていう。さすが24時間365日働くのは。わば、一つじゃないんですね。いや、その通りよ。しっかり鑑定してくれ。いや、どれも素晴らしいものばかりですね。ほんとお金があったら私が買い取りたいぐらいなんですけどね。まあそれも叶わぬ夢なので、とにかくこちらをお返しいたしますと。はい、ありがとうございます。あーってことは新しい化石なかったんか。いやー、博物館のね、化石もうすぐコンプリートなんですよ。マジか。あとちょっとなのにな。ちょっとあつ森出るまでどうにかしたいっすね。で、こちらの方に来たんだけど、たまになんかいいもん売ってるよね、これ。あ、ふうこちゃんも寝てるのか。こんにちは。はっ！ちょっと休憩してました。許さん。そちらの商品は地底の床です。あー、なるほどね。はいはいはい。あー、だけどいらないわ。
ふうこちゃん、ごめんね、起こしちゃって。てか、ここら辺ね、最近来てないっすね。まあ、飽きちゃったってのもあるんだけど。これ何？そちらの商品は受付テーブルです。マジで？これ商品だったの？ご自宅だけでなく、展示室のディスプレイ用としてもおすすめですよ。ああ、そうなんだ。お値段2000ベルですが、いかがでしょうか？展示室はぶっちゃけいいかな。ぶっちゃけいいっすね。はい、ということで、さあ、シャチホコ村をね、徘徊していきますか。いやー、多分ね、飛び盛り動画もね、残り数本ぐらいになると思うので上げていくのも、っていうのは冗談っすよ。もちろん冗談っすよ。まあ、これからもしっかりと上げていきますよ。いやー、けどなんか聞いた話によるとさ、やっぱり、あつ森が出るから、飛び盛りを引退していく実況者は結構多そうっすね。割となんかね、あつ森出るから飛び盛りの動画上げませんわという人が結構多くてびっくりしてます。まあ僕はね、まあ、飛び盛り自体が結構好きっていうのもあって、動画はね、定期的には上げていこうとは思ってます。まあ、やっぱりね、昔ほどは上げてはいけないと思うけど、やっぱ上げられるときはね、上げたいですよね。はい、っていうことで、ちょっと R パーカーズに行っていらないものを売却しますか。なんかね、知らない間に持ち物がね、いっぱいになってたんですよね。結構ありますよね、ほんと。知らない間になんか、持ち物がいっぱいになってるみたいな。あら、いらっしゃい。よう、リサちゃん、こんにちは。その肉球な壁紙はあなたが1000ベルで出品してくれているものよね。あ、まだ売れてないのか。わー、結構売れてないものあるんだな、そう思うと。はい、ということで、ちょっとリサちゃんに売りつけていきたいと思います。さあ、買い取ってということで。さあ、買い取ってもらいましょうか。さあ、卵の化石いらないね。身長計もいらない。電気スタンドいらない。アジアのバンダージもいらない。旧のランパン残しておこう。さあ、これでどう？歯科系本っていらないよね。これで全部かしら？ちょっと計算するわね。それじゃあ、全部で8650ベル少なすぎない？え、化石3つってさ、その値段な。え、ありえない値段なんだけど、マジっすか。そして、なんかいらないものがあったわ。なんだこれ。あ、なんかある。やばい、服だ。涼しげなニット。ブルーチェックな服。なんで俺こんな持ってんだろう。ちょ、いらないから売り飛ばすか。ちょっと申し訳ねえな。多分誰かから預かったものなんだけど、誰から預かったかもう忘れちゃったから、ちょっと申し訳ないけど、この2つを売却させていただきます。全部で187ベル。めっちゃ安くない？やばいね。ブックオフみたいな値段なんだけど大丈夫これ。服2つで187ベルです。安すぎでしょみたいな。いやー、ブックオフも真っ青っすよ。服だったらもうちょいね、高く売れてもおかしくないけど。はい、ということで、さあ、徘徊していきますか。いやー、徘徊をね、していきたいと思います。てか、ブーケちゃんってさ、最近全然見ないんだけど大丈夫かな。そう、最近ね、ブーケちゃん見ないんですよ。ちなみにブーケちゃんの家はここですね。あ、家の中にいるんだ。珍しいね。割とね、ブーケって外出てるイメージあったんだけど。あ、いる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 。待って待って。俺があげたやつ持ってんだけど、待って。俺があげたトイレ持ってるじゃん、こいつ。うわぁ。やばいね、こんなところにトイレ置いて。これ大丈夫？女の子がこんなところに置いちゃって大丈夫なのかと。そして俺があげたヒラメもある。やばいね。へえ、こんなものも持ってたりするんだ。なんだこれ。あ、ベンジャミンも俺あげたやつだ。なんか俺があげたやつ多くね？これも俺があげたやつだし。あー、いらっしゃい。それで何か用かな？世間話でも。ねえ、社畜くん。ブーケショップ。何これ？ブーケショップチャンスって聞いたことある？なんだこれ？あたいのとっておきのアイテムを売ってもらえるチャンスだよ。なんだそれ。謎すぎる。今日の目玉商品は一番玉の服612ベルで売っちゃうよ。高くね？ブーケチャンス高くないか。まあ、買うけどさ。やったー。社畜くんならそう言ってくれると思ったよ。じゃあ早速渡すね。ありがとう。じゃあお金あげるわ。612ベルってね、なかなかね、微妙な値段すけど。まあいいわ、お金持ってるんで。サンキュー、またよろしくね、言えてる。ああ、いえいえ、こちらこそ。てか、こないだまでさ、口癖金くれじゃなかった。はい、ということで、今日のところはこの辺りで終わっていきますか。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひね、これを機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。